はい、今回の動画は Excel で24時間以上の時刻を正しく表示する方法をご紹介します。でどういったことかというと、今回の表でいうとね、この C 列のところにこのそれぞれの勤務時間が入っていて、この一番下のところにですね、全部の合計を出したいといったときはですね、もちろんサム関数でやればいいんですけども、ただ単純にですね、サム関数でやるとどうなるかというと、これでオートサムを選んでエンターで確定をするとですね、7時間30分ということで、これがね、正しく表示されません。でこれがどうして起こるかというと、 Excel ではですね、標準の状態だと24時を過ぎると0時ということで一度リセットされてですね、そこからまた時間がカウントされるので起こる現象です。なのでこの24時間以上の時刻を正しく表示するには、表示の形式を変えないといけないんですけども、そのやり方なんですけども、こちらのねセルを選択をした状態でホームタブの中にあるこの数値というところのこの右下のこのマークのところですね、マウスのポイントを持っていくと表示形式というふうに出ますんで、こちらをクリックしてください。はい、そうするとこのセルの書式設定のウィンドウが開くと思いますので、この左側の分類のところがですね、ユーザー定義が選択されているのを確認をしてもらって、右側のこの種類のところですね、これがですね H:MM っていうのが選ばれていると思うんですけども、こちらの H の左側をクリックをしてもらってですね、まずここにこの半角でね、この括弧を入れてください。で続けて H の右側にカーソルを移動してもらって、同じく半角のね、この括弧閉じるを入力をします。この状態で OK ボタンをクリックしてください。はい、そうするとね、先ほど7時間30分と表示されていたものが正しくですね、31時間30分ということで、24時間以上のね、この合計の時間をですね、表示することができました。はい、といったことで今回の動画では Excel で24時間以上の時刻を正しく表示する方法をご紹介しましたけども、今回やったみたいにですね、勤務時間の計算なんかをするときにはですね、必ずやらないといけない設定になりますんで、覚えておいてもらえるといいかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。